白爪子さんの顔に包まれて、久々のお休みに心ふわり温まるメール。君はそのままで、そのままがそう一番素敵だから、いつでもその笑顔忘れないで、ひまわりみたい咲かせていたね。愛をたくさんあげれる人は幸せに満ちて、イエイウー。
とうございます。愛を聞いていただきました。この愛をという曲はいろんな愛を歌ってるんですけども、まずこの歌詞の中に出てくる一つ目の愛はラブ、ね、で二つ目の愛は、愛って変換すると、変換じゃない、英語にすると愛、自分ね。でもう一つの愛は悲しみの愛、そして愛、もう四つ目の愛は出会いの愛。愛だけでね、もうこんなにいっぱい言葉がというか意味が出てくるんですよ。で最近ほらあんまりいい事件がない、嬉しいニュースがないでしょ。近くの人が近くの人を傷つけ合ったりとか、なんでそういう事件が起こるんだろうってすっごい考えてたんです。だから、あ、そうだ、人と人との間に愛が足りない、思いやりとかの愛がちょっとずつ足りなくなってきてるから、そういう事件がたくさん起こるんだと思って、なのでそういうことを思った時にできた曲がこの愛をという曲です。だからこの曲をもっともっといろんな人に聴いてもらって、それでちょっとでも世界平和にね、つながって、言うこと大きいけど世界平和につながってくれればいいかなと思って作った曲です。